どうもバーマーマスの田中です。というわけで今日はですね、厨房の中からお届けしております。というのもですね、今営業時間中なんですよね。で、まあ、お客様がね、もし来られてしまっ来られたらですね、まあ、この厨房なんていうんですか、撮影機材をこう直さないといけないんでね、というのもありますし、まあ、BGM が流れておりますのでね、これちょっと YouTube で上げられませんので、ちょっと今日はですね、厨房の中からお届けしたいと思います。というわけでですね、今もう日本中大変ですよね。日本中とかもう世界中大変ですよね。まあ、いろんな業種の方が苦しんでおりますけれども、まあ、特にね、その中でもやっぱり我々のような飲食店もこれはもろにですね、打撃を受けてるわけなんですよ。大打撃ですよ、本当に。しかもね、我々のようなね、もうバーとかスナックとかも2軒目に行くようなお店っていうのはもう本当に大変なんですよね。もう実際僕も18年間やっておりまして、今ほど危機感を感じてることはないんですよね。もう実際昨日も一昨日もほとんどお客さん来てないですね。まあ、実際今もね、10時ですけれども、まだ一人もお客さん来てないという状況なんですよね。まあ、ただね、なんていうんですかね、一つね、言えることは、まあ、僕だけじゃないというところですね。どこの店も今きついということが一つですね。まあ、そんなに落ち込むことないかなということと、あとですね、まあ、僕らね、バーですんでね、バーというか僕の場合はこうほとんど一人でお店回してますので、スタッフのことを考えなくていいんですよね。ところが多くのスタッフを抱えていらっしゃるところとかはね、本当にもう大変だろうと思いますし、あとですね、まあ、なんていうんですかね、下準備とか、まあ、食材の仕入れとかですね、そういう、まあ、1軒目で行くようなお店さんですね、居酒屋さんとか焼き鳥屋さんとか、まあ、そういったとこね、まあ、こう仕込みとかもいろいろ数の調整とか大変でしょうしね、なんせね、やっぱりロスもすごく多かったりするでしょうから、もうすごく大変だろうと思うんですよね。まあ、それに比べるとまだね、バーとかマシかなと思うんですけれど、まあ、ただね、やっぱりもうきついことにはもう変わりないですよね。本当に大変なんですけれど、だからといってね、落ち込んでばかりはいられませんのでね、何らかの策を打っていかないといけないので、まあ、頑張っていくしかないわけなんですけれど、まあ、そんな中ですね、ちょっとコメント、視聴者様からですねコメントをいただきましたので、そのお話をちょっとさせていただきたいと思います。お店が激暇ですと。で、暇を生かして副業を支援しています。おすすめの副業を教えていただけませんか、というようなコメントをいただきましたので、まあ、これについてお答えしたいと思います。まあ、その前にですね、このママヤンチャンネルはですね、バーに関することですとか飲食店に関すること、バーテンダーとかですね、お酒のことなどなどを中心にお届けしているチャンネルですので、もしよろしかったらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。で、今からちょっとね、副業に関する僕の思いというかですね、考えをお話ししたいんですけれど、その前にですね、まず大前提があるんですよね。この大前提についてお話ししたいと思うんですけれど、それ何かと申しますとね、まあ、僕にとってこのお店、マーモスというお店はですね、もう自分の家族と同じぐらい大事にしているものなんですよね。まあ、僕にとってというか、飲食店されている方、結構そういう方多いと思うんですが、本当にですね、それだけの愛情を持って、手間暇かけて育ててきたお店なんですよね。もうどんなことがあっても守り抜こうと、命に変えても守り抜こうというぐらいのレベルで、本当に、大事にしなければならない、守っていかなければならないものだなというふうな位置づけなんですよね。で、お店を守るためならもう何だってするっていう、そういった感じなんですよね。何だってするといったところでですね、例えば人を騙すとかですね、人に迷惑をかけるとかですね、まあ、そういったことはできないですね。犯罪を犯すとか、そういったことじゃないですね。そういうことじゃなくって、自分のプライドを捨ててでもですね、恥をかいてでも、泥臭かろうがですね、すごい労力を強いられようが、必要であればそういったことをするということね、そういった仕事もするということなんですね。昼にそういった仕事をして、夜は夜でこの店を守るというようなことをしようと考えております。もう最悪の場合そういうふうにしようというふうな気持ちでおります。まあ、今こんなね時代ですから、もういろんな業種が悪戦苦闘しているわけなんですけど、でもですね、よく見ますとね、今だからこそ忙しくなってる業種もあるじゃないですか。まあ、例えばね、医療業界なんかもそうでしょうし、まあ、マスク作る人たちだってそうでしょうしね、はたまたね、なんか子供を受け入れる学童とか、学童保育とかですね、まあ、そういった子供を受け入れるところなんかもね、すごく忙しかったりするわけじゃないですか。そんなわけでね、今だからこそ忙しい業種っていっぱいあると思うんですよね。っていうのもありますし、もともと人手が足りなかった業種もあるじゃないですか。飲食店やってらっしゃる皆様ならね、そういう情報っていっぱい入ってくると思うんですね。ですので、必要とあらばですね、もうそんなところでも、そういったところでね、人を欲しがってる、人材を欲しがってるところ結構あると思いますのでね、もう探せばいくらでも出てくると思いますので、まあ、僕はですね、最悪の場合そういうことも視野に入れております。ですからね、もう副業というかですね、もう本当労働ですね、もう単なる労働ですけど、
ね、それでそうしてでも店を守ろうというふうな気持ちでおります。まあでもね、お店を守るっていう、モチベーションであれば何でもできるなと本当にそういうふうに思っております、はい。ね、子供を守るためには何だってするっていうの感覚と結構似てますよね。まずそれが一つ、そういう心構えでいますということをまずお話ししたいと思いました。まあ、ただですね、このコメントいただいた方っていうのは、まあ、おそらくですね、そういうことじゃなくて、もう今何か、ね、仕事、このバーの仕事をやりながら、あ、バーというか飲食店の仕事をやりながら何かできる副業ないでしょうかというようなお話だと思いますので、まあ、その辺について自分なりの意見を、お話したいと思うんですけれど、あの本来ですとね、どういったらいいんですか、長期的、例えば今後、飲食店が不安だから今後に向けて今から何か取っかかりたいっていうのであれば、僕はもう自信を持ってですね、やっぱり YouTube が一番と思ってるんですよ。これなぜかと申しますとね、まあ、もちろんね、広告収入とかあるんですけど、でもそれじゃなくてですね、なんか物を売るにしろサービスを売るにしろ、やっぱり YouTube っていうのはものすごく大きな力になるなって、やっぱりもう長年やってきてですね、まあ、YouTube のキャリアは浅いですけれど、まあ、ちょっとしか、まあ、2、3年しかやってないんですけれど、でもですね、すごくこう可能性を感じるわけなんですよね。というのもね、やっぱ物を売るにしろサービスを売るにしろですね、もともと自分の不安ですね、しかも濃い不安ですよ、どっちかというと、の人たちに対してこう販売とかできるわけですからね、まあ、すごくこうサービスにしろ物を売るにしろやっぱり販売しやすいということですね。というのもあるんですけれど、あとですね、まあ、今後っていうのはもう時代的にですね、今からも動画に関する関連するビジネスっていうのはもう絶対伸びると思ってるんですね。多分動画編集にしてもそうでしょうし、このカメラの前で何か喋るっていうことに対しても需要はね、どんどん伸びてくると思いますしですね、まあ、動画投稿に関するですね、もう一連の全てのことに関しては必ず何らかの形でですね、なんか商売につながってくると思っておりますので、まあ、そういった面でもですね、一番お勧めしたいのは本当は YouTube とかですね、まあ、動画配信なんですよね。まあ、ただですね、それはね、収益につながるまでかなり時間がかかるというのと、やっぱりハードルが高いというのがありますので、まあ、ちょっと一旦その話は置いておきますね。で、じゃあ今実際今すぐ始めるとすれば何をすればいいんだろうというところですけど、まあ、もちろんね、さっき言ったみたいに物を売るっていうのとサービスを売るって、この2つが主だと思うんですけれど、ただね、これやっぱサービスを売るっていうのはね、やっぱちょっとハードル高くなると思うんですね。それなりのスキルとか必要になってくると思うので、じゃあどうしたらいいかというと、物販ですよね、やっぱ物を売るっていうことですね。で、実際ですね、僕もこのサイドビジネスずっとやってるわけなんですよ。店してからというか、もう店する前からね、サラリーマン時代からもうあのホームページを作ったりするようなね、そんなサイトビジネスもやったりしておりましたけれども、まあ、お店をしてからですね、主にこう物販系のね、サイトビジネスばっかりしておりました。でですね、実際あの一つ事業失敗した時にね、大変経済的に困ってた時もやっぱサイドビジネスがですね、まあ、そういう時に限って結構サイドビジネスの方が調子良かったりして、すごくですね、僕のあの経済の屋台骨を支えてくれたんですね。どうかしたらね、本当にあのお店の利益と同じぐらい物販の方で利益が出てたりした時もあったんですね。そのくらい大きな力になると思うんですね。で、本当にね、やっぱりもう今物販ってすごくやりやすい時代ですね。もう僕らやり始めた18年ぐらい前と比べますとね、今もう物を売るアプリとかサイトとかですね、もう売る方法っていくらでもあるので、もう一番手っ取り早いと思うんですね。で、じゃあ何売ればいいんだって、もう本当ね、僕がもう今なんかサイトビジネスなんか始めたらいやどうしたらいいかって言われたら、もう確実にもメルカリとヤフオクを重点的に使って、副業やりますね。やっぱ物を売りますよね。で、まずはもう身の回りにあるものからどんどん売ってっていうところから始まると思うんですけど、もしなくなったとしてもですよ、例えばね、自分らの親の世代の人たちってそういう物の売り方知らないと思うんですね。そういったネットでのですね、だからもう例えば自分の親兄弟とかですね、まあ、そういったところでもしいらないものがあったらもらってくるとかですよ、全部片付けるという名目でね、あのゴミも処理するということでもらうとか、あるいはね、安くで譲り受けて、利益をつけて販売するとか、そういったこともできると思いますし、あとですね、まあ別に親兄弟じゃなかったとしてもですよ、あの特にね、やっぱり僕らの親世代のその年配の人たちが何かですね、物を作ってらっしゃる生産者さんの方でですね、この方たちっていうのは、ね、あのやっぱりネットでの売り方知らないのでね、その人たちが作ったものを僕たちがそのネットで販売するというのですね、これ本当に一番手っ取り早いし一番簡単だと思っております。はい、で、欲を言えばですね、やっぱりその中古のものをねちょっと利益つけて売るとかですね、なんか転売するとかよりはやっぱり自分の商品を持つということが一番強いですね。ちょっともちろんハードル高いんですけれど、なんか自分の商品があればものすごくやっぱり利益がつきますのでね、
まあ、僕もねやっぱりそのドリパス工房というネットショップやっております。それも全部自分で作っておりますので、やっぱり利益が高いですよね、というのもありますし、あとまあ去年まではですね、あの DVD の自作の DVD の販売をしておりましたけれど、やっぱそういうのもですね、やっぱり利益が高いので、やっぱりできるだけ自分の商品とかでね、自分のサービスがある人はもうそれが一番強いんでしょうけど、まあね、なかなかそれもハードルが高いと思いますので、まあ、でも全然転売とかね、あるものを売っていくだけでも結構な利益になりますので、これはもうまず一番速攻性が強いんじゃないかなというふうに思ってます。そしてですね、まあ、あのもう一つですね、僕今すごく、力を入れようとしているのがライブ配信ですね。まあ、特に今最近ようやく YouTube のライブ配信を始めたわけなんですけれど、まあなんていうんですかね、登録者数が1000人を超えましたのでね、そのライブ配信できる環境が整いましたので、まあ、やってるわけなんですけれど、将来的にはですね、これで要するに、収益を稼ぐことができるわけなんですね、ライブ配信でということでできますので、まあ、今はねまだ初心者なのでそれできてないですけれど、これはねもう本当に今力を入れるべきことだなと思っております。というのもですね、別に、YouTube のライブ配信じゃなくてもですよ、いろんなね今ライブ配信をしながら投げ銭機能がついてるですね、そういうサイトっていうかアプリっていうのが結構あるんですよね。まあ、有名どころで言いますとね、まあ、17ライブとかですよ、ショールームとか、まあ、あとふわっちとかですね、そういった投げ銭機能付きの、まあ、ライブ配信のねサイトがあるわけなんですけれど、これね難しいと思われる方いらっしゃると思うんですけれど、確かに難しいかもしれませんよ。ただですね、一般の方に比べると、僕ら飲食店をやってる人間っていうのはですね、やっぱり接客商売してるわけですから、やっぱりアドバンテージ大きいですよね。話すネタもおそらく一般のね会社員の方に比べるとたくさんあるはずでしょうし、やっぱりねこの人前で喋るっていうのはですね圧倒的に強いはずですので、これはもうぜひやっぱり僕らみたいな人間がやるべきじゃないのかなと思っています。でね、こうやってカメラの前に向かって喋るって結構難しいんですよね、最初。だからこそね、先ほど言ったようにね、やっぱり YouTube とかですね、動画配信をするっていうのはやっぱりこういうね、ライブ配信にもつながってきますので、こういったカメラの前で喋る技術っていうのはですね、まあ、必ず生きてくると思うので、まあ、ここはちょっと連動してるのかなと思いますけれど、でもライブ配信っていうのはですね、本当に僕は今後は見逃せないし、今後力を入れていこうと思っております。まあ、実際ね、ちょっとずつですが、今 YouTube のライブ配信で、技術を習得していると段階ですね。はい、最後にですね、もう一つ気になるのがノートっていうですね、まあ、サイトですかアプリですか、まあ、ありますけれど、まあ、それはね、まあ、それも今後はやっていきたいと思ってるんですけれど、まあ、要するにですね、まあ、自分のノウハウとかですね、まあ、例えば自分の著作権、ね、例えば自分の曲とか自分の絵とかですね、そういったものを販売できるというようなサイトみたいなんですけれど、まあね、例えばそれが100円200円であろうがですね、売れるっていうことになりますと、これはもう権利収入ですからね、普通の物販とやっぱ違いますからね、置いとくだけでずっと売れ続ければ、それはそれでもう自動販売機みたいなものですからね。僕は今すごく興味を持っておりますので、まあ、その辺もですねちょっと勉強しながらやっていこうと思ってます。で、まあ、僕の場合はですね、もう今一番何といっても力入れてるのはもちろんその YouTube なんですけど、でもその YouTube も何のためにやってるかというと、一番今やりたいことは自分の情報商材ですね、教育商材ですのでね、バー開業に関する教育商材というか、まあ、情報商材を販売したいっていうのがやっぱりありましてね、やっぱこれはもうまずその自分の技術をどうしてもね、いろんな人にこう伝えていきたいというのがありますからですね、まあ、そういった形で、まあ、今そういうのはですね、まあ、もう時差も取り掛かっているわけなんですけれども、完成ね、上半期中に完成させたいと思ってるんですけど、それを販売したいというふうに思っております。そのためにもですね、やっぱり YouTube を、まあ、重点的にちょっと強化していかないといけないなというふうに思っております。でですね、これ総じて言えることをですね、まあ、言いたいんですけど、絶対何に始めてもそうです。例えばヤフオクでもそうです、メルカリでもそう、ホームページで、ね、なんか自分の商品を売るのもそうですし、 YouTube もそうですけど、全部間違いなく言えることは、最初は利益が出なかったりとかですね、出るまでに時間かかるんですよ。特に最初ですね、最初の一人に売れるまで、最初の100円の利益を出すまでがやっぱり遠いんですよね。だからそこが最初の壁だと思うんですよ。でね、ゼロ、誰も買ってくれない、1円も値段がつかない、ゼロ、ゼロはね辛いんですよ。だって何かけてもゼロじゃないですか。ところがね、100円でも利益 出たり、一人でも買ってくれるってこと、これゼロじゃないじゃないですか。ということはね、
100円 で売れるっていうことは10万でも100万人でもなる可能性あるんですよ。だって分母の問題ですよね。見てくれる人の数が100倍になれば、100倍売れるかも分かりませんしね、まあ、もしかしたら商品の精度が上がっていけば、2倍3倍になっていくかもしれませんしね、まあ、そういったものなんですよ。特に分母が増えれば分子も増えるっていう話じゃないですか。一人でも買ってくれる人がいたら100人でも1000人でも買ってくれる可能性あるってことなんですよね。だからそこがすごく大事だと思うんですよ、この物販に置きましてですね。だからまあ本当に最初から利益出るっていうのはもう難しいんですけど、でもね、あんたたった100円しか儲からんじゃないかとかね、なんて一人しか買ってくれないじゃないかじゃないんですよね。そこがすごく大事だと思うんですよ。むしろそこを最初の目標にすると、サイドビジネスっていうのはねうまくいくんじゃないかなと、僕はもう長年の経験でそういうふうに感じております。必ずやっぱり最初はですね、結果出るまで時間がかかるんですよね。これ YouTube でもそうですよ。もう2年近くやってますけどね、やっとようやく収益がね出始めてる頃なんで、まあそんな YouTube の場合ね特にそのってハードル高いんですけれど、まあでもねやっぱりそんな最初からうまくいくことないので、とにかく最初の1人、最初の100円の利益を出すまでしぶとくやるっていうのがもう最大のポイントじゃないかなというふうに思っております。でですね、我々やっぱり特にね、まあ、飲食店というか、まあ、我々バーテンダーに関、バーテンダーというか、まあ、バーに関して言えばですよ、夜の仕事なんでね、昼間空いてるわけじゃないですか。これね、副業にはめっちゃ適してると思うんですよね。いろんな副業ができると思っておりますので、ね、まあ、本当に今辛い時期であります。僕ももう例に漏れず辛いです。もう本当に大変なところに差し掛かっていると思うんですけれど、でもですね、本当に上を向いてしっかりと地に足をつけて、絶対に店を守るというような強い気持ちでですね、今後、いろんな、難しい局面が、もっとね難しい局面になってくると思うんですけれど、そんなつもりでですね頑張っていきたいと思いますのでですね、ぜひ皆様もですね一緒に頑張っていきましょうと言いたいです。特にね飲食店やね他の自営業やってらっしゃってる方も皆様辛いと思うんですけれど、一緒に頑張っていきましょう。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。